今月の少女4人、ロールモデルは神話、母親がファンクラブ会員、写真イコール10。アジア今月の少女、ルーナ、の4人がロールモデルとして神話を挙げた。4人は20日の午後、ソウル辰山、ミヨンさん、クハンナムドン、ハンナムドン、ブルースクエアで開かれた今月の少女の 1S。Tミニアルバム、発売記念ショーケースで、神話先輩のように、長い間メンバーと共にしたい、と話した。今年17歳の4人は、神話の活動を実際に見ることができなかったという。代わりに SNS を通じて神話の音楽とステージなどを時々見たと話した。彼女に神話を教えたのは、まさに母親である。巨人は、母が神話創造、神話のファンクラブ、だった、として笑った。それとともに、神話先輩が、私が生まれる前から今まで活動している。私も長い時間メンバーと共ににしたい、と覚悟を固めた。目標は、新人賞、だ。ハスルは、怪物新人というニックネームを得たい、とし、メンバー全員が苦労して準備した。新人賞を狙っている、と話した。今月の少女は3つのユニット、今月の少女3分の1、今月の少女オッドアイサークル、今月の少女 YYXY でなされたグループだ。2016年から各グループが順にデビューし、活動してきて、のアルバムを通じて初めて完全体で一つになった。19日、ソウルオリンピック公園オリンピックホールでデビューコンサートを開き、この日の午後6時にアルバム発売を開始し、本格的な活動をスタートした。